赤で塗ってボタンを押すと激変。色を選んで光らせたいところに青を塗ってボタンを押して調整すればさらに激変。どうもイラストレーターの森です。今回は1分で激変で好評だったオートアクションのライトシステムのバージョン2です。以前のライトシステムの使い方動画が古いバージョンで、現在は新機能などが加わった新バージョンが出ているので、今回はねそっちの新バージョンの使い方を解説していきます。激変具合は旧バージョンよりさらに増した感じになります。また逆光の光とか影の入れ方わかんないよーって方もいるかもしれないので、その辺も解説していきます。ちなみにライトシステムは有料で300円です。安い。それでは行ってみましょう。まずライトシステムをダウンロードする際、現在はライトシステム2とライトシステムシンプルがあります。名前の通り2が難しくてシンプルが簡単って感じ。ライトシステム2がねリリースされた際、難しくて使い方が分かんないよって意見がね寄せられたらしくて、機能を分かりやすくしてリリースされたのがシンプルです。なので簡単に違いを説明すると、難しいけど機能が多いライトシステム2、機能を少し省く代わりに分かりやすくしたライトシステムシンプルという感じ。新機能はどちらも追加されています。とりあえず今日は2の使い方を解説していきます。シンプルは次回の動画で解説しますので、今回のライトシステム2が難しいと思ったら次回を見ていただけるとすっきりわかると思いますので、チャンネル登録よろしくお願いします。では行ってみましょう。まずライトシステム2をダウンロードして、クリスタのアクション欄にドラッグします。アクションって何って方用に短く説明すると、この再生ボタンを押せば記録された通りに操作手順が勝手に実行されるという感じ。なのでよくわかんなくてもこれを押せば勝手に全部やってくれます。何やってるかわからなくてもいいのです。私もよくわかっていません。アクションの詳しい説明はこちらの動画で解説してますので、気になった方は概要欄から。 iPad での導入の仕方も解説しています。そしてさらに勝負化出力、これをドラッグして追加したら必要なものは準備 OK。 そしてライトシステム2を導入したらこのような操作一覧が出てきます。もうこの時点で意味わからんって感じですが、このようにね分ければわかりやすいです。最初のライトと仕上げのライトがライトシステムの本元となる部分、グローライトとグローライト仕上げが新機能、このデフォルトから下の部分は色調整に使う部分、それ以外はおまけ機能なので別に覚えなくてもいいです。動画の最後におまけ部分は解説してますが、今は全然無視していいです。分かんなくても OK。 それでは初めに完成したイラストを用意します。今回はねボッチザロックのボッチちゃんを用意しました。私が描いたんですが、塗りが今一つ足りない感じの悩ましいイラストです。これを激変させてみます。まず普通にライトシステムを通すとどうなるのか、おさらいでやっていきます。最初に光を当てたい部分を赤で塗っていきます。後で修正できるので結構アバウトで OK。 左上ら辺に光源を置きたいので、それを意識しつつ塗っていきます。パパッと塗り終えたら、最初のライトを選択して再生ボタンを押すとこのようにイラストが変化します。背景と人物を分けたかったら、最初のライトを押す前に背景をすべて表示にすれば人物だけのライトシステムファイルが出来上がります。今回は分けました。そして生成された色素をサイドで明るさを、カラーバランスで色を、トーンカーブで全体的なコントラストや色合いを調整します。上のレイヤーが光レイヤー、下のフォルダーが影レイヤーですので、それぞれの色を調整します。トーンカーブは少し難しいですが、触ってるうちに分かっていきます。そしてこの光レイヤーのマスクを選択し、消ぼかしツールで光の端っこをぼかします。そしてライトシステム仕上げを選択し、ボタンを押すとこのようにぼかした場所に赤っぽい枠ができます。これがどういう効果を及ぼすのかというと、これが赤あり、これが赤なし、
較すると赤蟻の方が今時っぽい絵柄ですよね。光と影の間に暖色を入れるとより情報量が増えます。ただ入れすぎるとしつこい絵になるのでバランスが大事。いい塩梅にするためにこのレイヤーを選んで細かい修正をしていきます。肌にはね赤合うんだけど、この服の部分とかはね合わないのでね消しちゃいます。またぼかしすぎると赤部分が増えるのでここも修正します。これで完成できました。これが普通のライトシステムを使う流れです。普段使いではこれだけでもいいですが、新機能を使う場合はこうではありません。それでは新機能を解説します。まずさっきと同じようにイラストを用意し、赤で光らせたい部分を選び、最初のライトの再生ボタンを押します。この後デフォルトの色合いしかなかったけど、新たにねこの8種類の色合いが選べるようになりました。この中から好きな色合いを選びましょう。どれも色がどぎついので、ライトシステムのレイヤーフォルダの不透明度を調整していい感じにしてみてください。扱いはね結構難しいので、難しかったらデフォルトで OK。 今回私はブルーパープルを選んでみます。この色合いなんとなくずっと真夜中でいいのにっぽい感じの雰囲気ですね。この雰囲気だと街っぽさが欲しくなってきたので、私が撮影した写真を背景に使います。読み込んでフィルターでイラスト調にして、ぼかしガウスでぼかしてオーバーレイで紫をかぶせます。これを背景にします。今回背景とキャライラストを分けています。でこのままではね背景とキャラがマッチしてないので、ライトシステムで生成された色相サイドで明るさを、カラーバランスで色を、トーンカーブで全体的なコントラストや色合いを調整して合わせていきます。ここまではいつもの流れです。そしてここからが新機能グローライトの出番です。まず光フォルダのここに新規レイヤーを追加。イラストの光部分、この明るい場所ですね、この部分の発光させたい場所を好きな色で塗っていきます。今回はね青で塗っていきます。この新機能は光部分しか塗れないので、難しく考えずここでいいかなって的な感じで塗っていってください。後々修正できるので気軽に塗ってしまって大丈夫です。こんな感じでできました。この青を描いたレイヤーを選択してグローライトを再生。なんだかね変な色になりましたね。また新たにレイヤーも生成されます。このグローライトフォルダー内が今回使うレイヤーたちです。グラデーションに色相サイド、ベタ塗り、基礎発光フォルダーのレイヤー、ここのマスクで光を整えることができるので、修正したい場合はいじってみてください。そして色相サイドで光の色を変更します。馴染むように明るさや色相やサイドを変更します。次にグラデーションをいじります。こっからは少し難しいかも。まずグラデーションレイヤーを選択してカラーサークルをいじると、このようにグラデーションの色が変わります。今回はね分かりやすいように白でいきます。グラデーションレイヤーを選択しているとタブがこのように出ているので、ここで形状を選択します。今回ね丸型にします。丸じゃなくてもいいっぽいけど。そしてオブジェクト選択を選ぶとグラデーションの範囲が選べます。これについては丸型は画面内に収まるように配置しておくのがいいです。こうすることで後から好きなだけ範囲をいじれます。この範囲にグローライトが適用されます。これでほぼ完了。メインのコピーのレイヤーマスクをここですね、これを選択してグローライト仕上げを押すとこのようになります。レイヤーが生成され、光の表現が強くなりました。何が起きたのかというと、さっきのグラデーションの範囲にフォルダがマスクされていて、さらに白抜きが生成されます。このメインのコピーってのが白抜きですね。よく見ると光がグラデーションになっていますね。これはさっき選択したグラデーションの範囲です。この範囲を増やしたかったらフォルダのマスクを拡大縮小で範囲を増やしたり減らしたりできます。コントロールをしながらやると明日比固定で拡大縮小できます。
版を決めたら、今度はこちらのレイヤーを選択し、これをぼかしガウスで発光させます。数値が大きければ大きいほど発光します。で、 OK を押すと、このように光がブワーンとなります。その後、この白抜きを調整します。不透明度いじったり削ったり、しっくりこなければ非表示にしてもいいです。こんな感じ。私はね、なしの方がいじりやすいので、今回は白抜きなしにします。最後にこのグラデーションをいじります。レイヤーを一番上に移動して、ここをクリックします。するとウィンドウが出てくるので、グラデーションセットを描画色から無色に変更、形状を直線に変更します。円のままでもいいですが、お好みで。そして色を変えます。カラーサークルをいじればグラデーションの色が変わります。サイズも変えれますので、調整して光の表現に使います。レイヤー効果はソフトライトにするのが推奨されていますが、個人的にはね、合えば何でもいいと思っているので、お好きなレイヤー効果を選びます。私はね、大焼き発光で不透明度90にしました。これで完成。最後にね、ギターケースを追加したくなりました。スタジオで練習後の帰り道的な感じを表現したくなったので。で、ライトシステムの使用上、後からね、加湿するのはどうなんだろうって思ったけど、割とね、普通にいけました。これで本当に完成。以前のライトシステムの時より、よりハイコントラストなイラストになります。ライトシステムだけでもいいし、よりハイコントラストにしたければ新機能を使う感じですね。ライトシステムをね、通す前と比較するとこんな感じ。全然違うね。今回の説明でわからない、難しすぎってとこもあると思います。私もライトシステム2は手間がかかるし、工程も複雑だなって思ってるので、正直ね、ライトシステムシンプルの方が最初に導入するならいいかなって思っています。次回はライトシステムシンプルを解説しますので、気が向いたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。で、あと今回のね、逆光の入れ方の解説ですが、今回はね、上斜めからの光なので、頭上を大きく光らせている反面、キャラがね、照れてるというか、まあ、コミュ障気味なので、前影になっている表現を入れたかったので、顔をね、大きく影を落としています。このフェイスラインの光と、鼻のあたりの光、これはね、顔に大きく影を落とす表現でも、描いておくとね、いいです。この2ポイントはね、顔を表すポイントなので、嘘表現でも入れとくと、かなりそれっぽくなります。これをね、入れてない表現はね、マジで難しい。できる人ね、尊敬する。体に関しては顔よりも大きく光を取り入れるといいです。オーバーに入れとくと顔とコントラストが取れます。全体的に影だらけだと暗い画面になっちゃうので、胸の周辺とか肩とかは光を取り込んだりしています。私は影のね、入れ方がよくわかんないって方はね、 3D とかも使ってみると有効なので、参考にしてみるのもいいかも。説得力はね、結構違うので。でも嘘も適度に入れておくのも悪くないって感じではあります。光の位置によっては退屈になったりするしね、そこはね、ちょっと難しいですね。で、さっき飛ばした新機能たちを紹介していきます。この自動式最初のライトというのは、普段は光らせたい場所を赤でこうベタ塗りしていくんですけど、これはね、ベタ塗りではなく丸で囲む感じです。なので、ベタ塗りじゃなく丸で囲んだ場所がライトシステムの光の場所になるという感じです。これやるとこんなサクサクサクって塗れるって感じですね。私はね、個人的にはベタ塗りの方が好きかな。エフェクトライトは先ほど紹介した新機能グローライトの安易版みたいな感じです。描いた場所を気軽に光らせてくれます。グラデーションマップがないので簡単に発光が作れます。クリアシャドウは思ったより画面がくすんじゃったなーって時に使うと、全体的にね、色が底上げされたような感じになります。除酸処理というやつを使って若干くすみを取るみたいな感じです。差分変更はライトシステムのフォルダを新たに作るみたいな感じです。今出ている現在の画面をライトシステムフォルダにするっていう機能みたい。どこで使うかというと、まあ、あんまり使いどころが思いつかなかったです。フォルダ結合はどちらかったライトシステムのフォルダを結合して整理できます。
私はね、レイヤー増やしまくるので、あんまり使わないかな。フォトショップに持っていくときとか、いいのかもしれん。解説はこんなところですね。それでは、また次回、ライトシステムシンプルで会いましょう。チャンネル登録、グッドボタン、ツイッターのフォローなど、よろしくお願いします。